ごめんなさい、ちょっと教えてもらいたいんですけど、どれが一番いいですかね、ランチ。すいません。こっちもあるんですけど。あ、はい。いや、そうですよ、そっちにですよ、レディーセオン、ちょっと僕、あんま、頼む恥ずかしいなと思って。結構いますよ、ね、あ、そうなんですか。これ、まあ、いろいろ、何種類。あ、ほんまですね。あ、レディース、行きましょうかね。で、ごめんなさい。あの、レディースで、課金システムで、ご飯って単品で頼めます。あ、あのね、はい、これ、ショーやもんね。はい。プラス5円で中2になって、はい、プラス100円で大事。あ、そうなんですね、はい、全然プラス100円で大で、わかります。え、後からもし足らんかったらご飯だけとか何かだけ、 ありがとうございます。はい、嬉しいシステムです。別にね、あの、男性の方も多いはい、ありがとうございます、はい、お願いします。塩だれキャベツとミニサラダからいきます。塩だれキャベツいいっすよね。まずは前菜と。あ、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うわ、レディーセット完璧やな。まずは熟成タンから。あ、もううまいやつですねこれ。腹減っとるもんだ。タンって米吸うんですよね。ピンク色なんいいっすね。じゃあ次取り行きます。ワイオード音いいっすね。まさかやもんでか。これを味噌で食うのがいいっすよね。鶏を味噌で食うっていうのが。これね、これっす。これなんす。じゃあ続いてホルモンいきます。あー、もうええ音やな。綺麗やわ。はい、もううまい。はい、もうこんなもん絶対うまい。さあ、いや、マジでこれ白飯もう最高っすねこれ。本当に、いや、本当、うわー、もう合うしかないっすよね白飯に。そしてゲタカルビ、でもレディーセットほんまいろいろ食べれていいっすね。
もいいっすね。カルビなんでね、ほんとちょっとレアぐらいでこれぐらいいきたいんですよ、僕は。いや、いいっすね。あー、もう最高や。あ、もう最高やもんな。醤油だれの方もちょっといってみます。うまいわ、これは。いや、マジでレディセット最高っすね。いや、これ満足セットかなんかにしたらもっと売れるっすね。いろいろあって、ほんとご飯の量も増やせれたりして、本当に男の人なんかマジで満足できるぐらいの量でした。いや、まあご飯の量も選べるのいいですね。まあ結局自分は追加したんですけど、いや昼からこれマジでちょっと贅沢したな。贅沢セットでもいいですね、名前。いや、ほんまに美味しかったですね。はい、ありがとうございました。ごちそうさまです。すいません、ありがとうございました。ほんまに美味しかったですわ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。